はい、どうもセリカです。青の要塞が来てるということで、あ、青玉ガチャと青パズリセットが来ております。なにこれ、めちゃくちゃ可愛いひよころぼ、可愛いですね。え、あ、そっか、ジェムショップも入れ替えなので、なんだ、キュービーみたいなのが来てる。あ、ペットも新しくなってる。ハムザエモンみたいですけど、すごい。あ、で、ご褒美祭りスケジュールが出てますということで、なになになに、出た青の要塞、やばい。10回までかな、階層追加ということで、なんとか間に合いましたんで、青逃げ5のレインボープレート獲得でございます。ギリギリ、わ、出た青の要塞階層追加。ちょっとお正月フワッティになってますけど、青チケがもらえる、これはありがたい。3枚ですね。はい、ありがとうございます。ちょっとジェムショップだけ覗きたいんですけども、あ、これか、虹キュービー、色も9つあります。ほんとだ尻尾の色が全部違う。いや、これすごいね。ずっとね、虹のあのレインボースキン買ってなかったんですけど、これちょっといいですね。かっこいい。ちょっとまた後で、後ほど、いつかと思ってます。で、ペットですよね。新ペット来てたんですが、チューレイチューレイ、リザルトの青ゼニ獲得アップ、これは使えますね。ちょっとこれもね、また後ほどいつかやりたいと思いますが、青パスの方もちょっと確認をしたいなと思います。これだ。青パスは前回からグレードアップしてまして、ひよころぼちょっと眠そうだな。これかわいいな。これはかわいい。大きいのかな、ちょっとちっちゃいと嬉しいんですけど、使いやすいし、ひよころぼ欲しいな。で、青ジェムなど、青ゼニもムカつき式部。なんだこれ、何のワードですか？なんかアニメかな、ちょっとわかんないな。もう一個のワードは尊い。やばい、これも欲しい。そうか、かき、え、え、ペットいるよ。これハムザイモンじゃない？ペット。見れない。ここで出る。わー、で、進化の書もある。いや、ちょっと今月も買いたくなりますね。ペットがついに買える課金で、金の卵ですよね、確か。回さないと出てこなかった子が買えちゃうという。いや、めちゃくちゃお得になってる。そうか、これもまたいつか検討したいと思います。で、要塞ですよね。あ、やっぱり10回まで。要塞クジラ。うわ、ごつ。タートルもごつかったですけど。クジラか。これも色チェンジしそうですね。やば。でかい。10回か。どんなだろう。ちょっと覗きに行きたいと思います。わー、これですよね。1回から。うわ、出た。出た。出た。うわ、マライオンっている。やば。ちょっとね、私少し前に動画出そうと思ってサムネも作ってたんですけど、青の要塞の5階から10階の鬼を予想した動画ちょっとボツってるんですけど、サムネだけ残ってて、これね、2体ぐらい当たってましたね、予想が。マライオンティーと氷鬼来そうだったんですが、いや、やばそう。いや、ちょっと今日行けるとこまで行きたいなと思います。7回か8回ぐらいかな。むずいかな。はい。ちょっと覗きに行きたいと思います。はい。で、ちょっとだけ青チケ交換してきたんですけど、まず1回から5回までが時間かかりそうだな、私。で、え、スキップできる？すご。本当に？めちゃくちゃありがたい。じゃ、とりあえずスキップして、まあ、後でまたいつか戻ってやろうかなっていう感じで、スキップします。めちゃくちゃありがたい。青チケさえあれば、青ジェム150は、確定ですね。で、ここか。これはちょっと別動画にします。で、6階にワープしたいと思います。はい、5階をやってきましたので、6階から初チャレンジ、初見で行きたいと思います。一応ね、なんかお祭り鬼っぽかったので、お祭りスキンで来たんですけども、いやー、怖い。巡回鬼が怖い。待って、あ、鉄球や巡回鬼には要注意。バルブを解除して脱出しよう。全くの初見です。バルブが3つ。なんか鉄球のもうあぜ道みたいのがある。バルブ3つでしょ。3つってことはまあ、貝は、あ、もうすでに、いる。ここも通る。え、ここ待ってんの？ちょっと待って。ここ待ってんの？やば、やばい。そういうパターンか。前回はこの周りだけはいなかったんですよね。やばい、やばい。どうやって開ける？開ける？あ、やばい、やばい。ゴールここだ。ってことは左右かな？なんか隠れ場所がある。
うわー、なんとなく青銭1枚。行ってから行こう、行ってから行こう。待て待て、どこだ、下かな、上かな、横かな。あ、バルブが見えた。あっちだ、どうやって行こう。いや、どうやって行こう。こう、こう、こう。いや、怖い。ここだ。いるな。ちょっと待って、ここもあんのか。じっと押せてな、じっと押せないパターンですね。ちょいちょい押しで。オッケーオッケーオッケー。来た来た。ってことは今度反対よ。右側だ、絶対。え、これどう？怖っ。鉄球行ってから行こう、確実に。よし、捉えた。出た、どう、どう、どうやって行こう。上かな。怖い。オッケーオッケー。あー、こっち難しそう。下から行こうかな。右側の説怖いな。こっちから行こう。怖い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 。ずら！行ってから行こう、行った。あったあったあった。ねえ、ここに回るのやめてほしい。危ない。あ、え、え、青切り来てんの？ちょ、どう、どう、どういうこと？どういうこと？どういうこと？青切り来てんの？ねえねえねえ、あ、死ぬ！え、死ぬ！待って、あ、ひどい、行っちゃい、行っちゃい、うわびっくりした。お祭り鬼に一瞬会えましたけど。やばい、初見でいけた。むず。なんで青切り来るんだっけ、要塞って。忘れてた。死んでたよ。あと1秒で。危な。うわー、難しい。やばいね、7回とかいけるかな。はい、とりあえずもう1回だけ上に上がっていきたいと思います。あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、なんとなく6回いけたので、まあ、時間的に7回までかな、この動画では。登って、なんとかクリアまでいきたいと思いますが、氷かー。ちょっと難しそう。はい、行きたいと思います。やばいね。時間が、時間が足りない動画的に、え、正しい氷のルートを探し当てよう。まあ、ちょっと待って、バルブを解除して脱出しよう。氷のルートか、何回か死なないといけないかもしれない。ちょっと氷が見えたので、ヒカキン、星4スキン、進化スキンで来てみました。わ、え、あ、バルブ見えるよ。あ、いけないの？地下か。下？怖っ。え？え？え？こっち？え？え？え？いる？え？どういうこと？いやー、待って待って待って。え？やば。意味がちょっとわからない。え？何この鬼？初めての動き。こっちかな？これも地下か。いけないのか。え？どういうこと？どっかの階段が正解ってこと？右下が右下とかじゃないんだ、今回は。いつもなんか。あ、まだある。何ですか？ここ怖い。なんとなく。あ、いないぞ。あの、巡回鬼が。え、ここでいいの？怖っ。あ、え？え？え？入れない。どっか開けるのか。え、今どこ入った？私。ここ？なあ、なんかここダメっぽいね、落とし穴。違うのか。違うのかな？この先に何かが。あ、死んだ。ちょっと待って。待って、難しい。待って、全貌がわかんない。あー、なんか左右対称になってんのかな？緑のとこ、あ、ダメか、ここ落とし穴。いや、これ闇雲にやって正解が出るのかな？でもなんか、ちょっと全貌見たい。あ、左下にもバルブがある。右上にもあって。でも3つでしょ？あ、怖い、怖い。トゲはない。え？こうか。あ！門！ん？出口かな、これ。違う門？で、ここバルブでしょ？はぁ。で、ここは全、いるんだな。あ、出れないの、ここ。やだー。待って、階段もなかった。ねえ、めんどくさい、これ。よいしょ。え、ここの階段は全部、ダメってこと？ダミーかな？いるんだよ。やだ、この動き、ほんと。あ、ないー。なかったわ、階段。ここはダメってことね。こっちか。あった。
正解なのかな。真ん中の黒い穴はあったあった、ここか。で、どっかが開いたんだ。うわややこしい。メモがいるね、メモ。どこやった？さっきどこだっけ？もう出てる。ちょっと待って、早い。早い。ちょっと待って。時間が経った、もう。危ない危ない危ない。どっちだっけ？あー、間違えた。いるんだのに。どっちだったっけ？見えないな、先が。こっちだったっけ？ OK。で、これで、一個のバルブが来そうな感じ？あ、そういうことか。あと3箇所こういうのがある。むずい。出れない。そういうことか。なんとなくわかりました。あと左側とかにもあるのかな、この感じが。あ、もんだね。見えた見えた。なんとなく。これがどこかか、あーねえ。いや、もうとりあえず全箇所探るしかない。この階段はダメってことだ。この氷の通路、上か下かって感じですね。あ、上。ここは上。が多分正解。あー、メモがいる。メモがいる。オッケー。っていうのがまだいっぱいあるんだな。こういう氷の通路に行けばいいってことか。真ん中ら辺にある階段はダミーですね。土色のとこに落ちたら、ダメってことか。ここが上だった。どこだ？真ん中、上下。あ、真ん中ダメか、やっぱり。ちょっと死のう。もう道がわかんないから。あ、ここか。出口ね。左上は出口。で、これが、どっちだったっけ？左ですね。あ、待って、バルブか。スイッチ先ね。むずいんだけど。門の右側は、バルブだからこっちか。外れだ。下ですね、これ。オッケー。あ、で、ここ開けたら右上のバルブが開くってことですね。いやだ！嘘でしょ、混乱出る？やば。はい、何回か死にまして、やっとルートが分かったというか謎が解けたので、いや、これね、死なないと分かんなかった。この階段は入っちゃダメで、まずここが一番上ですね。何回死んだか。わかんなすぎた。で、スイッチを押すと連動して、バルブの門が開くので、そこに入るんですけど、ここが上でして、で、こっちがね、左。で、門も、上に門があるんですけど、門の左右もあるんですけど、門より右側は左っていう感じで、門より左側は右。ちょっとわかりにくいんですけど、連動してましたね。左。で、こっちの階段は落ちちゃダメで、ここも上。下は上。です。下というか、下側。上下で言うと、下側にある氷の通路は、上ですね。で、ここが上と連動して右側。手書きのメモを元に、やってます。焦る。意味が全くわかんない。地上から入れる階段は、ダミーでしたね。散々死んだわ。で、自分がどこにいる？で、ここ、上側にあるのが下。ですね。ああ、わかれば簡単なんですけど、わかるまでにどんだけ死なせるんだっていう感じです。あ、もう出てるね。ここが右側です。門の左側にある氷は、右側。オッケー。ああ、やっとわかった。わかれば早いというね。ここは右側でしょ？で、門の右側にある氷のとこは、左側なんですけど、ここはスイッチを開けないと入れないので、上は下ですね。逆に行けばいいってことかな。上にある通路は、下。下にある通路は、上。っていう感じかな？覚え方としては。で、今スイッチ開けたんで、左側ですね、こっち。下も左側でしたんで。OK、これで OK だ。意味がわかんなかった。よし、視界良好。はい。あの人に会わずに、循環より会わずに行けるという。あー、もう。めちゃくちゃ時間かかった。はい、分かれば簡単という初見殺しのステージでしたね。はい、ありがとうございます。やばかったー。ちょっと動画満杯になっちゃったので、時間が。また8回から別の動画で、よかったらお届けしたいと思うので、また見に来てください。ということで、青の要塞6回、7回ですね。
はい、突破しましたので、こんな感じでございます。いや、食券はきついな。はい、ありがとうございました。他にも動画出してますので、よかったらぜひチェックしてみてください。それではまた、バイバーイ。